はい、えー、最後にや、えー、子さんのチェック方法なんですがあ先ほど説明してましたようにスイッチでこう一瞬止めるというね、素振りでもやってましたけどスイッチで一瞬止めて形を確認するという方法があります、えー、またあしぶきですねあるいは泡というのはあ音あるいは目あるいはこの触覚ですね、えー、触った感じで分、えー、かりますので ぜひです、ね、泳いでいるときにこの見える範囲です、ね、あるいはその聞こえる範囲というのを広げていってよくその、まあ、耳を澄ましてです、ねえー、音を聞いてみてチェックするということを癖,と癖づけするといいと思いますで、えー。いつもそれをやれという話ではなくて例えば25メートルの中で1回ぐらいそういういよく聞くあるいはよく見るという瞬間を作っておけば十分だと思いますね。 そのようにセンサーの範囲を、ですね、それからセンサーの感度をいずれも上げていくことが大切です。